こんなところに家が。ここは裏口も玄関は向こうにちゃんとあるもん。ほんとだ。うひゃ、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいもん。トラそこから雲海を見るの大好きなんだもん。素敵なお家ですね。もふふ。ところでレックスの兄貴。あ、兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本当かも。トラ、兄貴のお友達になるもん。やったもん。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレードのことかも？そうさ。それは町でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか？ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお。かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。楽しみにしていてくださいね。うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でも不思議だもん、
ホムラちゃん、火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あのカグツチとかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるもん。火とか水とか風とか他にもいろいろあるもん。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするもん。で、火は水に弱いもん。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしても？その複雑な事情すっごく興味あるも。それはその…やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん。トラにいい考えがあるもん。命令特別試験か。いかがなされました？突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね。常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます。メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって遇さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。か、カグッチ様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛布君。いえ、滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。あてどのような。毛布君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんな不細工に書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。
これなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。何が出るかなっと。いただき。うん。到着。やりましたね。
約束しよう。俺が君を守るってな。もうこんな時間か。こうして体が光るの少し恥ずかしいです。ニアと白虎さんが処刑されるなんて。入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。軍港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです、みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。これ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど、根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。もふふトロ、みんなに見せたいものがあるも。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレードなんだも。人工ブレード、これがトラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。
君もあんな目に。そうだもん、三日三晩鼻血が止まらなくて大変だったもん。それだけ？それだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。ていうかあっさりすぎるだろ。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのう、トラ。お主が一から作ったのか？作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラはこいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君。ところでトラ、この人工ブレード見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ？もうふふ、あとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで？マジだもん。全然？1ゴールドも？すっからかんもん。つまりはお金を貸してくれと？貸すんじゃなくて、出してくれたらもっと嬉しいも。さすがはノポン族、しっかりというかちゃっかりというか。あ、でもでも人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるも。そりゃまあそうなのかもしれないけど、でいくらいるの？だいたい6万ゴールドくらいも。6万？さすがにそれは。ね、レックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら私が何とかするから。何とかするってどうするの？まさか体を。ブレハ、いい加減にしろクソジジイ。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ、そんなの受け取れないよ。でもねえ、俺もお得だ。分かった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。兄貴は男の中の男も。その代わりヘンテコなブレードだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。もう大丈夫かしら。ありゃ、やきくそじゃね。何が出るかなっと。到着。さあ行きましょう。Thank you.
何が出るかなっと。到着やりましたね。お手並み拝見じゃな。光変わるわ。はっ、ここからは光です。そうだ、ダブルスピンエッジ。できたじゃない。お前さんのヘルメットなかなか寝心地が良いの。戦ってる時に振り落とされても文句言うなよ。さあ、行きましょう。さあ、行きましょう。よし、終わったもん。完成したのか？もちろんも。あとはエネルギーチャージして起動すればいいもん。うん、ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。わかったもん。人工ブレード、お前が目覚める時が。ダメよトラ君。え、なんでだもん。人工ブレードなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてあるもん、こいつの名前。そっか、じゃあ迷うこともないな。うん、さあ始めるがよいトラよ。わかったもん。さあ目覚めろもん。トラだけの人工ブレイド、私も設定間違ったもん。設定
丈夫もう。そう、それでは気を取り直してスイッチオンだもん。陛下の覚えがいいからってメイツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ、僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バクス警備長！は？何か？警備兵の数を倍に増やしなさい！足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの！いい？は！了解いたしました！見てなさい、メレフラハット！
これは美味ですね。ご主人、毛並みツヤツヤですもん。もふー、いい夢だったもん。お宝回収。
休みですわ。あれがアルス戦艦も。立派なアルスじゃの。これもインビディアとの再戦に向けた帝国の準備の一つというわけか。見てあそこ、ホムラの言った通り根が搬入口の下まで伸びてる。本当だもん。この下から回れそうだな。行こう。はい、分かったもん。ですもん。何が出るかなっと。どれどれ。何が出るかなっと。到着。やりましたね。結構高さがあるな。待ってて。まずはホムラから引き上げるから捕まって。ないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かにトラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いいことだもん、すっごくいいことだもん。花が引き上げますもん。さあ捕まってくださいもん。力だ。花は人工ブレイド、このくらい楽勝ですもん。ゴンザレスだって引き上げられますもん。どれどれ。お手並み拝見じゃな。くるーん、勝った。このまま気を引き締めていきます。心強いね。
何が出るかなっと。到着。やりましたね。いけね。おとなしくしろってんだ。ぐるぐる。バス気を引き締めていきます。サルベージャーの名にかけて君を絶対守るよ、ホムラ。ありがとう、頼りにしますね。頑張りますもん。レックス、心を落ち着けて。構造計算中。うん、いけそう。ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますもん。ハナ、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですもん。なんだかよくわからないけど、白子がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。火傷とかしてませんか。ホムラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホムラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、白子。よかったもん。ほら、ご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか。白子、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調したたった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。いいよ、相手になってやる。よこめ、おさらくしろせんだ。ここまでか。いいよ、相手になってやる。よこめ、よこめ、おさらくしろせんだ。ここまでか。なに、なんだろう。ここまでか。最高の踏み込みな、じっちゃん。レックス、慢心はいかんぞ。慢心はお宝回収。よっと、だ。帰り討ちじゃ。俺だってやらせたよ。バッシュ。伝わってくる。なかなかやりよるの。こんなん朝飯前。頑張りますもん。心を落ち着けて。構造計算中。うん、いけそう。
油断するでないぞ。じっちゃんこそ落ちるなよ。うむ、お見事じゃ。こんなん朝飯前やりましたね。帰り討ちじゃ。荒手みたいだ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。このまま俺だって。マジで食らえ。俺だってダブルスピード。おとなしくしろってんだ。ここまで排除する。よこめよこめ。おとなしくしろってんだ。排除する。アンカーソフト。やらせるかよ。よこめよこめ。排除する。おとなしくしろってんだ。ここからがこのままです。排除する。よこめ。見せてやろう。おとなしくしろってんだ。そこだ。バッシュ。アンカーソフト。お宝回収。いいよ、相手になってやる。俺だって。やった。気を引き締めていきます。心強いね。ダブルスピンエッジ。アンカーソフト。マリア。花が伝わりがとだもん。なかなかやりよるの。もっと褒めてくれてもいいんだよ。間違いありません。あそこです。なんだ貴様ら。テロリストの仲間か。仲間だけどテロリストなんかじゃない。よし、やってやる。おとなしくしろってんだ。ご飯にするの。よこめ。はい、だぜ。大人しくしろってんだ。ダブルスピンエッジ。さあ、俺も同じ気持ち。アンカーソフト。はい、だぜ。ご主人を守るでいいかい。おとなしくしろ。ありがとうだもん。光。はい、だぜ。勝った。はっ。おもも。おと。はい、だぜ。ダブルスピンエッジ。教えてくれ。はい、だぜ。大丈夫か、ニア。レックス、あんた遅くなってしまい申し訳ありませんでした。いいんだ、誰も来てくれるはずないって思ってたから。そんなわけないだろ。助けられたら助け返せ。サルベージャーの合言葉その2だあんたらしいね。脱出ルート見つけたもん。急いでも。ノボン族？お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長いは無用じゃ。脱出するぞ。
たっぷり眠れましたか、レックス。うわ、ゆっくり休めたよ。先手を取られた。崩れろ。勝った。ナイスモン。気を引き締めていきます。急いでな。ブラック拾ってくれ。やらされたらおめえ。ブラック拾ってくれ。やらされたらいいね。俺だってここまでか。やらされたよ。本番です。どうする。バッシュ。勝った。いいね。ハナ GS フルパワーですもん。ナイス。転べろ。そこまでか。パワーリダージ。ダブルスピンエッジ。どうしよう。バッシュ。はい、出せ。おとなしくしろ。その道具崩れろ。はい、出せ。はい、うわー。伝わってくる。心強いね。
戦艦の中ってモノケロスとは結構違うんだな。モノケロスって何でしょう？レックスは見たんじゃないか。オルトムントの桟橋に停泊してただろ。シンたちの黒い船だよ。あのすごいやつか。アルス船じゃないんだよね。詳しくは知らないけど、そうみたいだな。すごいもん、トラも見てみたいもん。もう見られる機会はなさそうだけどな。ももも、偶然見たくなくなったもん。ご主人、心変わりが早すぎですもん。モノケロスもすごかったけど、このアルス戦艦もすごいよな。だよね、見たことないものばっかりだ。ふふん、このアルス戦艦はスペルビア帝国の最新技術の結晶も。一般人は中に入らせてもらうことさえできないも。最新技術って言ったってサルベージした技術を利用してるだけだろ。いや、独自の改良を加えて使ってるみたいだ。ほら、ここに埋め込まれた機械だって元がわからないくらいいじくられてるしさ。それはアルスの神経へ信号を伝達するための制御盤も。ここからアルスのあちこちにケーブルを取り付けて情報別に信号の制御を行ってるも。すごいじゃないか。このケーブルだって従来のものよりも伝達速度は 2.4 倍、容量に関しては12倍も。他の国で使っているようなものとはレベルが違うも。じゃあこれを小型アルス船に乗せたらものすごい効率が上がるな。えっへん、その通りも。なんか二人ですごく盛り上がってるけど、私にはチンプンカンパンの話だな。ハナはどう思う？花には多種多様な知識が記憶されていますもん。ご主人の趣味もあって特に機械に強いですもん。だからあの二人の会話には余裕でついていけますもん。というか本気を出せばあの二人以上に熱く語れますもん。そうなんだ。私なんか肩身が狭いな。大丈夫ですもん、ニア。花はニアの好きな蒸し料理の話題でも盛り上がれますもん。花は優しいな。けど私が好きなのは蒸しじゃなくて魚料理だからな。あ、ごめんなさいですもん。データベースを更新しておきますもん。ご主人が適当に設定したから間違ってる時がありますもん。どれ、誰が虫が好物だって。もも、殺気を感じるもん。兄貴、早く先へ進んだ方が良さそうもん。ここにいると危険な目に遭うもん。そうか。ほらほら、早く行くもん。ちょっと出てられるもん。
んはいきませんよ。イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がした汚点になってしまうのは困るの。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。いまいましいけど、メレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている。お前もホムラを狙っているのか。お前も当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る、アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンダーラッパーよ。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。もはやあなたの手柄に問題ない。こいつ、ブレイドを盾にするような戦い方を。はあ、何を言ってるの。ブレイドはいくら傷ついても再生するけれど、ドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。私にはブレイドの気持ちがわかるんですね。お優しいドライバー様もいたもんね。僕の出世のためその聖杯を渡すのですか。外れろ。そう、バッシュ。転がれ。なぜこんな子供たちに。聖杯を手に入れて本国へ凱旋。気を失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う、こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レックス、罠だよこれは。罠？じゃニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。